こんにちは、市民リポーターの稲垣香織です。暑い夏がやってきましたね。ところで皆さん、ここ桜で今もののけの目撃情報が多発しているのをご存知でしょうか。振り返ればほらそこに、皆さんの後ろにももののけがいるかもしれませんよ。まずやってきたのは桜順天堂記念館。桜順天堂は江戸時代、蘭医佐藤大膳が天保14年1843年に開いた蘭医学の塾兼診療所です。記念館では当時の順天堂で用いられていた医学書や医療器具などを展示しています。こんなお手紙をもらったんでここに来てみたんですが、あれは こんにちは。あれ、稲垣さん、いや今日も暑いですけれども、ここでどうされたんですか。こういうようなお手紙をいただいて、はい、それこそ菅さん、もうこの番組には何度もご出演いただいて準レギュラーというふうに言われてますけども、今日はこちらでお仕事ですか。その手紙見ていただいたんですか。はい、実はこの手紙私が出したんですよ。あ、菅さんからだったんですか。もうこれどなたからかなと思って、さすが手の込んだ、今日は稲垣さんを桜のもののけの世界にご案内したいと思います。もののけっていうとなんか怖い感じですね。大丈夫ですよ、桜のもののけはみんな可愛らしいもののけばかりなのでご安心ください。それは安心です。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。もののけたちはスタンプラリーを遊ぶと出てきてくれます。コースは3つ。1つ目はカッパ漁師コース、市内の文化施設などを回るコースです。2つ目は猫っ子娘コース、歴博で開催されている特集展示もののけの夏江戸文化の中の幽霊妖怪の体験コーナーで錦絵を完成させるコースです。3つ目はチャガーマンコース、9月7日に開催される青年会議所主催の未来市に参加するコースです。なんだか随分と変わったコース名ですね。そうなんです。このコースの名前は桜の可愛いもののけたちにちなんだ名前が付けられているんですよ。それではまずカッパ漁師コースから始めてみましょうか。はい、まずスタンプ台紙をもらったら施設に備え付けてあるスタンプを押してもらいます。なぞなぞに答えるとさらにもう一つスタンプがもらえますので頑張ってくださいね。お願いします。はい、ありがとうございます。やった、で正解です。謎なども無事に解けましたし、スタンプももらえたし、本当楽しかったです。でここ順天堂記念館も堪能できました。まさかあの謎なぞを解くとは。やりましたね。こうやってどんどんスタンプをゲットしていってください。それでは次の施設に行きましょう。はい、その後私たちは旧堀田邸、桜市立美術館、武家屋敷と回りました。あとは歴博を残すのみになりましたね。はい、いやースタンプラリーって本当に楽しいですよね。でも今日本当暑くて、菅さん喉乾きませんか。私カラカラになってきました。はい、確かに暑い中歩いて汗をかきましたから、結構大変でしたね。はい、
熱中症にならないように気をつけて回らないといけないですよ ね。何か飲みましょうよ。本当喉カラカラです。とそんな時はこちらスタンプ台紙の中を見てみてください。中ですか。はい、ああこれは、こちらにはですね、今回の企画の協賛店舗さんが掲載されているんです。こちらのスタンプ台紙を見せると、お得なサービスが受けられるんですよ。ああ本当いっぱい、あ特典いっぱいですね。じゃあここから一番近いのは市岡さんかな、はい、行ってみませんか。はい行ってみましょう。涼しい、ほっとしますね。ね、市岡さんといえば注文をするとプレゼント贈呈っていう特典が受けられるんですよね。そうですね。で市岡といえばクリームあんみつですよね。あった、ありがとうございます。あ涼しそう。ピーナッツクリーム、はい、特別ですね。美味しそう。じゃあいただきます。その冷たい。じゃあ、いただきます。うん、うん、冷たくて美味しいです。うん、寒天もつるつるして美味しいな。レトロな雰囲気の中、ピーナッツアイスモナカの乗ったクリームあんみつや美味しいコーヒーはいかがでしょうか。あ、美味しかった。生き返りましたよね。じゃあ最後は歴博に行きましょうか。スパさん、歴博のミュージアムショップにやってきましたね。こちらのミュージアムショップさんも協賛店舗になってますので、お買い物をしていただいてこのスタンプ台紙を見せるとお得な記念品がもらえることになっているんですよ。このスタンプ台紙本当すごいですね。お得な気分になりますね。じゃあこちらに桜城の100名城のスタンプを押して、よしこれですね、はい、よいしょよいしょよいしょ、いきますよ、えい、それ、あ、綺麗に押せました。はい押せました。完成です。稲垣さん、お見事です、はい、これでかっぱり押しコースクリアですね。はい、やりました。おめでとうございます。ありがとうございます。菅さん、歴博ではもう一つ別のコースを楽しめるんじゃなかったでしたっけ。7月30日から開催されている特集展示、もののけの夏、江戸文化の中の幽霊・妖怪の体験コーナーで錦絵を完成させるとネコッコ娘コースもクリアになります。なるほど、展示を楽しみながら完成させるということですよね。それでは国立歴史民俗博物館の大久保教授に特集展示の見どころについてお伺いしましょう。今日その日本ではいろんなの妖怪のアニメですとかゲームが盛んに作られてますけれども、江戸時代も実は幽霊妖怪は大きな部分になってました。江戸時代の文化を考えるときに幽霊と妖怪というのはある意味で主要な読み解きのファクターであったと言っていいですし、またそれが現代の文化にもつながっておりますので、現代の日本文化を理解する一つの鍵にはあったと言っていいと思います。で今回の展示はちょっとふざけたテーマのふざけたタイトルにしましたけれども、実は真意はその辺のところを読み取っていただければというところにございます。菅さん、3つあるコースのうち2つクリアできたんですけども、あと1つのこのコースもクリアしたいんですけれども、残念ながらこのチャガーマンコースは9月7日限定のコースになります、うん、9月7日に市民体育館や桜城址公園で行われる未来市へスタンプを集めることができるんですよ。ああ、9月7日からですか。そうですか。ただこのコースをクリアするには
これからもらえる妖怪シールを1枚以上集めておく必要があるんです。その上で未来市で行われるイベントに参加してスタンプを集めると旅行券5万円分、人気ゲーム機、有名テーマパークペアチケットが当たる抽選にチャレンジできるんですよ。それまでに妖怪シールを集めておいてくださいね。はい、わかりました。9月7日が今から楽しみです。さて、2つのコースをクリアしたので景品交換所である佐倉市観光協会へやってきました。こんにちは。スタンプラリーの景品をいただきに来ました。お願いします。はい、すごいですね。2つコースがクリアされてきました、はい、ではこちらからシールを、はい、3枚お選びください。3枚多いんですか、はい、じゃあ1 おあら、あれ同じになっちゃった3、はい、あ、どうでしょう、同じのになっちゃったかな。3枚いただきました。迷っちゃうな。ではこの桜市内の不思議なお話のこのタンタン山をお願いします。はい、ありがとうございます。タンタン山いただきました。見てください、可愛いもののけたちに出会うことができました。シール台帳ももらいました。シール台帳にはもののけたちの紹介とさくらのもののけこぼれ話が載っています。ぜひ手に入れてくださいね。全部のもののけたちに会いたくなってきました。稲垣さん、さくらのもののけたちに出会う夏いかがでしたか。もののけと聞いて怖いんじゃないかなって心配してたんですけれども、最初の菅さんの話通り、さくらのもののけたちは可愛かったです。今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しかったです。では皆さん、ここで一句お聞きください。もののけや熱い桜で会える夏。